はい、それでは、こちら、うわっ、待って、はい、それではこちらイースセルセタの次回回続きをプレイしていきたいと思います。では前回ここまで来ましたので、この先へ進んでいきましょうか。それでですね、ちょっと裏で練習してきて、ちょっとこのフラッシュムーブとそしてあとフラッシュガード、これをかなり練習しておきました。こんな感じですね。よし、ただこれが、待ち構えてやるのと、また戦いの中で動きの中でやるのとは全然違うでしょうから、それが今度ボス戦とかでまたできるかどうかですね。ただその前に普通の状態でも、失敗することも多いんですが、よし、さあこれでどんどん進んでいきましょう。あ、ここに石碑がある。前回もうちょっと進んでいればここまでワープしてくることができたのか。まあいいや、そしたらここから先進んでいきますか。おっと、妙だな、急に獣たちの気配がしなくなったぜ。お、あれは何か光ってますね。植物。そういえば情報屋の仲間から聞いたことがある。樹海には精霊樹の苗木が生えている場所があって、そこには獣や魔物が寄りつかないらしい。ほう、それがこれか。自分記憶がないはずなのでアドルは記憶がないので、精霊樹。ああ、昔この辺りに住んでいた神様が植えたって話でな。てっきり眉唾者だと思っていたが、とにかくこれならここで休息を取ることができそうだ。アドル、早速手伝ってくれ。手伝う。野営の準備か。おお、よっしゃ。どうだ、なかなか快適そうだろう。これから苗木を見つけたら近くにテントを建てて拠点にしようぜ。はい。さあ、それでは今日はここで野宿ですね。その夜、樹海の澄んだ空気と精霊樹の香りに包まれてまどろむと、体が安らいでいくのを感じる。アドルの脳裏に封印された記憶が呼び覚まされる。おお。うわ、なんだこれは。記憶といってもあれだけか。なんだお前さんは、少し眠そうだな。まだまだ全部の記憶が元に戻るのは時間かかるのかな。思い出した記憶について話したと。なるほどね、そんなことがあったのか。よくわからないが、この樹海のどこかにその塔があるってことかね。まあいずれにしても、そういう効果があるなら野営地を積極的に活用していこうぜ。お、野営地と記憶。野営地に到着するとアドルの記憶が呼び覚まされ、他の隠された記憶のかけらの位置が地図に記される。あ、地図に書かれるんだ。ふむふむ、はい。そしたら、あ、これ?まあいっか、とりあえずまずは樹海を目指して、樹海じゃない、大樹を目指していきましょうか。そしたらここで先に進んでいきましょう。暁の森、ここから本格的に樹海に入っていくという感じですかね。お、宝箱が。うっそうとしてきやがったな。ここから先が本格的な樹海というわけか。知っていると思うが、この先は生還が許されない魔の領域。方向はもちろん、時間の感覚さえ狂うそうじゃねえか。それに獣どももいろんな攻撃を仕掛けてくるらしい。体の状態以上には気をつけようぜ。ほう。だが、そんな場所でもお前さんは生き延びてきたんだよな。それに今回はこのデュレン様もいる。まあ気負いすぎずにしっかり探索するとしようぜ。はい。おっと、樹海の中では時間が目まぐるしく変化する。目まぐるしく変化。へえ。あらゆる危険を回避しながら注意して進もう。ほうほう。で、これが状態異常。不幸なんてあるんだ。不幸。ダメージを受けるとゴールドを落とす。よし。あ、そしてこちらの石碑ですが、これは青。青というか水色と。うおー、なんだ、初めて見る。これは、ザン。これはアドルでいきますか。
よし、あの宝箱、おお、行きますね。川を通っていける。あと石炭30個、よし。とりあえず大樹の方を目指していきましょう。でここら辺の素材も回収しつつ、あ、ここは、うお、なんだこれ、もう道が分かれてるのか。待って、これは打つ、特に弱点属性はない。でそして打つ100、え、ちょっと待って、こいつ何倒せるのかこれ。打つ、おっ、ぶっ、フラッシュムーブ連発してますけど、これダメージは全然入んないですね。5とか6とかしか入んないぞ。これはちょっときついか。逃げよう逃げよう、これはきつい。そしたらこれ、うわ、なんだこれ、これはこっちのジュレン、よし、これは光に触れる。うお、子供の頃のアドル、今日もよく頑張ったなアドル。うん、大丈夫、このくらい全然平気だよ。でもあなたはまだ子供なんだから、決して無理はしないでおくれよ。母、体でも壊したら天国の母さんに申し訳が立たんからな。ねえ、あの人は誰？ん？ありゃ、行商人のじいさんさ。一年に何度かこの村にやってきてはしばらく滞在していくそうだ。話好きで物知りなおじいさんでね。いつもお土産代わりに面白くて珍しい話をしてくれるの。面白くて珍しい話。まあ、興味があるってんなら後で一緒に。お？あ、荷物を放り出して。その行商人のところへ行った。おっと、アドルの STR 最大値が1増えた。ほう、それがここか。これは記憶を取り戻す場所なんだ。そしたらまた先に進んでいきますか。んっと、ここはどうやっていくんだ。あれ、先に進めない。なんかすごいグラグラした木の根っこがあるけど、ここを飛び越えていくとかそういうのもできないのか。そしたらここの場所じゃないのか、進むべきは。これってこっち側、あ、ここから行ける。おー、なんだこれは。宝箱、とりあえず進めるそうなところを進んでいっていますけど、わっと、あ、シールドリング1を手に入れた。これは装備か。シールドリング、これはディフェンスが増える。よし、そしたらこれアドルに装備させて。お、デュレンが飛炎脚をひらめいた。飛炎脚、目の前の敵を下から強烈に蹴り上げる。よし、そしたらこれ装備して、おお、サマーソルトキックみたいな。あとマップ上この辺に宝箱があるはずだけど、これはどうすんだ。海の底とかだったりするのかな。ただ沈むとか潜るとかないですもんね。また後で取れるようになるのかな。そしてこの先へ進んでみましょう。わっと、滝壺の洞窟。ほう、洞窟か。あ、これはこっち撃つ。うわ、なんかでっかい変なのがいるな。これはなんだ、クトロ、違う、クトロはこいつだ。違った、あのなんかでかいアリクイみたいなのはホルモース。これは特に弱点属性はない。うわっつつ、よし、
もうフラッシュムーブとかフラッシュガードとか全く使わずにかなりゴリ押しで戦ってますけど、うおー、なんかすごいところに来ましたね。滝が、うおー、カメラを動かせないのがちょっと残念ですが、あれ、でもここ行き止まり、行き止まり、何もすることがないぞ。また後で来る場所なのかな。なんかここボスと戦いそうなそんな場所ですよね。この円形のフィールドがあって、とりあえずじゃあ戻りましょうか。そしたらこっち側に今度行ってみましょう。一つ分岐があって、おっと、ここはまだ進んでいなかったところですが、それはザン、ふっ、よし、これデュエンが毒にかかっちゃったけど、時間経過で治るのかな。それともアイテム使わないと治らないか。あっと、ここにも水に沈んだ宝箱は、これも開けられないですね。うわっつつ、よし、まずはこの辺の敵を片付けて、この宝箱も取れないですね。まあとりあえず進んでいきますか。うつつつつ、よし、あっと、アドルも毒になったしまった、しょうがない、毒消し使うかアドルに使ってデュレンはいっかあとこの下にも一つ分岐があったんだよな、こっち側。どうしよう、ここ上に行って、あの青いあの光のところにまずは行ってみましょうか。うわ、どうなんだ、こっちの方に何かあるはず。ちょっとここは今デュレンが毒なので敵をちょっとスルーして、あっと、ここも先に進めない。あ、こっちから行ける。うわ、なんかすごい人が、人じゃない敵がいっぱいいる。この辺ちょっと押しておきっか、よし、あれ、デュレンもいつの間にか回復してますね、毒。そして辺りがいつの間にか夜になってきている。いろいろ分岐がありますけど、まずあの光を目指していきますか。樹海というくらいですから、やっぱり道に迷いやすかったりしそうな、そんな感じになってそうですけど、わっと、これ、あれ、ちょっと待って待って待って、まず宝箱、ビターポーション、よし。そして、あ、ちょっと今これこいつが見てダメなのか、よし、さあこれで光に触れる。よしっと。おい、アドル、村の外に用事かい。うん、ちょっと薬草を積みに。そうかい、雲行きが怪しいから早めに帰るんだよ。うん、さて、村にはなかったから山の向こうに行けばきっと。お、子供の頃から何かを探して冒険してるのか。あれ、山の向こうにも山しかない。冷たい雨。おや、こんなところに泣き虫がいるぞ。お父さんかお父さん。アドル、心配したぞ。一体どうしてこんなことを。村のどこにも海がないから山の向こうにあるかと思って。ほう。お、アドルの HP 最大値が増えた。うわぁ。アドルは海を探していた。子供の頃のアドルは。うわ、なんだこれ。あ、ちょっと待って待って待って。思いっきりミスった。タイミングわからん。ちょっと待って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 。しまった。ロダの雫、これ、使うか。使うしかないか。で、ビターポーション、あ、ビターポーションか。まあ、いっか。500使って。おっと、そして、青の羽飾り。これは、エアリアルコンボで SP 入手。
ライフエナジーの代わりに SP を入手。代わりにか、ライフエナジーは HP が回復するやつですよね。どっちがいいんだろうな。とりあえずつけておきましょうか。そしてさっきのあの敵、よし。さあではここで、あ、エキストラスキルとか使えばよかったかな。あ、でも普通に倒せそうかも。残り HP そんなにないぞ。よし、アトルがスタンレイドをひらめいた。スタンレイド、飛びかかりながら強烈に剣を突き立てる。敵をスタンさせやすい。おお。おお。そしたらこれ、うわ、もう一匹。さあ、そしたらこれで、ソルブレイカー。よし。敵が強い。うわおう。これどうしよう。ぶつ。攻撃力が高すぎる。ちょっと待って。このまま、つける。よし。怖え。そしてこまめに回復。よし。さあ、これで、先に進んでいきます。これ、ここも先に進めない？あれ？マジか。こっちの方の西の方に続く道がもうほとんど塞がれてるぞ。ここまで戻って左に行くか、それかもう最初の方のここから右に行くかか。あとこっち側にも行ってないか。あ、お、宝箱。これか。うわ、つつつ。まず、この敵を倒してしまうか。よし。さあ、これで、ロダの雫、お、復活アイテムですね。さあ、そしてここ、すごい眺めだな。さあ、ではこっち側に進んでいってみましょうか。おっと、これで、ありましたね。この、敵を倒して、そして光に触れる。とアニメーション、ここへ踏み込んでから一体どれほどの時が流れただろうか。これは大人ですね。さっきまでの子供のアドルとは違う。ふと森の中を見やると道端に見覚えのある道祖神が現れた。それはアドルが先ほどと同じ道を辿っていることを告げていた。一体どうすればこの鬱蒼とした森から抜け出せるのだろうか。これは樹海に来た時のアドル。さあ、そしたらさらに進んでいきますか。さあ、これで石碑がここにあってこっちまで来たけど、なんか大樹の方に向かっているのか向かっていないのか。うわあ、こっちに行けば大樹の方行けるか。お、迷いの森。うおっと、うわぁ、レオ団長。このヘンテコな道祖神は、やはりさっき見たものと同じではないか。おのれい、なぜだ、なぜ同じ場所に戻ってしまうのだ。これはさっきのアドルの記憶と、僕たち迷子になってからどのくらい経ったのかな。そうだな、時間の感覚がないからわからんが、とにかくヘトヘトだ。おぉ、大丈夫か。先へ進んでるならともかく同じところをぐる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 。弱音ばかり吐くんじゃない。腹が減った、心が折れた、どれも気持ちの問題にすぎん。腹が減ったのは気持ちの問題ではないと思いますけど、そもそも後ろ向きな気持ちを言葉にすること自体がいかんのだ。ものすごい根性論ですね。お前たちもレオ様じゃない、俺様か、俺様を見習ってもっと状況を前向きに考えんか。たとえ今道に迷っているとしても、これは足腰を鍛える絶好の機会ではないか。ポジティブシンキングはいいと思いますけどね。迷ってくれてありがとうございますという感謝の言葉が俺様にあってもいいくらいだ。そんな。
カモーン。常に追求し続けるものこそが天才なのだ。考えなどコロコロ変わって当たり前だ。まあ前向きなのは確かですね。やれやれ、なんというかすげえな。それにしてもレオたちはもうこんなところまで来ていたのか。まあいい、とりあえず俺たちも先を急ごうぜ。とりあえず道は合ってるみたいですね。こっちでこのイベントがあったということは、あれ、でもここ上に行けないぞ。あ、こっちから行けるのか。こんにちは。同じセリフか。これって特に調べたりはできない。そしたらここを先に進んで行きましょうか。あれ、これもしかしてただ闇雲に進むだけではダメですね。あっと、今ずっと右に向かってまっすぐ歩いてきたんですが、この道祖神のところ左から出てきた。レオたちがいなくなってる。レオ団長たちがいない。こっちにも行けるのか。うわー、これは何かの法則があるのか。これ左に行ったらどうなる。うわーっと、暁の森こっちに戻ってきた。ああ、で、レオたちがいる。ここ右に行くと、さっきの道祖神がない場所に来て、ここをさらにずっと右に行ったら、道祖神のところに戻ってきたので、それ以外のところ行ってみるか。こっち側は、おっと違うところに出てきた。もう一回上。あれ、ここは道祖神はないけど、さっきの場所みたいなとこ、さっきと同じような場所ですね。うわー、ここに来た。この道祖神に戻らない場所を続けていけばいいのか。右、上、上。で、ここさっき右行ったんでしたっけ。そしたら今度左とか行ってみるか。おっと、ここは湖。ああ、これ戻ってきた。これは総当たりしかないかな。おっと、なんかあれ、なんか光が差し込んでるぞ。道祖神のところに来たけど、レオ団長がいないし、レオ団長がいる道祖神と誰もいない道祖神がありますね。うわっと、周囲から獣たちの気配が消え去った。あたりは静けさと清浄な空気に満たされている。そしたらここにありましたね、この苗木。さあ、そしたら一応あそこは抜けたのか。あっと、こっち側に来た。あ、そし、あれ、大樹のところは、この道祖神があった迷いの森のところにあるのか。それともここからまた行けるのかな。まあ、とりあえずここにテントを張って、一休みしましょうか。これでアトルの脳裏に封印された記憶が呼び覚まされる。うおお、なんだこれ。盾ごとを引いている。今からおよそ800年前、この樹海には王国が栄えていたらしい。樹海のあちこちにある遺跡はその王国由来のものだな。その王国がどんな国で一体なぜ滅んでしまったのか。俺は少しずつでも伝承や遺跡の記録を調べたいと思ってるんだ。誰だ？
よ。はあ。昔、樹海に国があったらしい。は、王国だと、唐突にどでかい話が飛び出したな。待てよ、確かキャスナンの行動でも遺跡が掘り出されていたな。ありましたね、最初のところですね。あれも、その王国ゆかりの遺跡かもしれないってことか。よっしゃ。よし、前進していることが分かっただけでも励まされるぜ。アドル、早速出発だ。はい。よし。そしたら今回はここで一旦終わりにしましょうか。かなり迷いましたけれども、なんとか、目的地に向かって進んでいるのかな？で、今ここの野営地から右側に向かう道があったので、こっちからこう行って、ここの樹海のところに行けたりするのかな？あと最初のところでここを右に行っていない場所があったけど、そこも気になるんだよな。最初にめちゃくちゃ強い敵がいたから、こっちには行かずに別のところ来たけど、まあ、とりあえずここまで進んできたので、次回はこの野営地から先に進んでいくことにしたいと思います。